どうもこんばんは、森ちんです。さあ MHF なんですけども、今回はですねタイトルにある通りシエロダスクの進化系装備を作ったのでね、そちらを使っていこうと思います。でシエロダスクっていうと今見えているこちらの装備、僕はねこの構成をよく使ってたんですが、シダダシダっていう風にね僕は呼んでたんですけれども、シエロダスクダスクシエロダスクっていう装備構成なんですが、これがですね一戦代償絶望延長みたいな、その辺がもうバッチリ入っていてね、すごく火力の出る、あとまあ天雷攻撃先天とかね、 G9 ぐらいに登場したスキルたち、それも詰め込むことができるって言ってね、すごく強い防具としてね人気があったかなと思うんですけど、まあ今回はねそのシエロダスクのその装備構成を今用にちょっとアレンジしたっていう、そんな感じの装備となっております。でまあね今回の装備いろいろコンセプトを考えていて、どんなコンセプトかっていうと、絶対防御耐性をより生かすための装備っていう風な感じで作りました。なんで今更絶対防御耐性にそんな目を向けるのかっていうと、ちょっと前にね一駆のドゥレムを4年前の装備で倒すっていう動画をやったんですけれども、そこで使った装備がですね絶対防御耐性が入ってるやつで、でまあその動画を撮ってからまた絶対防御耐性やっぱいいなと思ってすごいハマっちゃって、でまあなんとかこの絶対防御耐性、まあ、弱体化したねこの絶対防御耐性を、活かせないかなって思って組んだ装備なんですよ。絶対防御耐性ってねやっぱりどんな攻撃でも一撃無効化するので、火事場とも相性いいし代償とも相性いいしでね、このシエロダスクの構成がねとてつもなく相性がいいので、このシエロダスクに手を加えてっていう感じで今回作ってみました。まあただ本当にね絶望はね弱体化食らった時本当に絶望的な弱体化を食らったので、絶望だけに絶望のバリア剥がれてる時2割火力落ちるはマジでやばいなって思うんですけど、まあ今だとねソロかボッチパーティーとかで使うとか、あとはねラビー支援とかね狩猟笛サポート狩猟笛とかでね使われるそんなスキルですけれども、僕は今回はね戦闘用で使っていこうと思います。でまあ組んだ装備がこんな感じ。まずは見た目ですね。はい、こちらでございます。はい、何ですか何ですか、悪いですか、この見た目いいでしょ、このピアスがすごくいいでしょ、そしてこのゴンさんよろしくとんでつもなく差がだったこの髪、スーパーサイヤ人かなって、多分女の子がスーパーサイヤ人になったらこんな感じになるか分かんないですけれども、まあ一応こんな感じで、でスキル構成がこちらですね。一戦三牽制絶対防御耐性、献身に合法三交流攻撃公園の移行に弱点特攻、天雷大将獅子粉塵吸血幕なし猛進先天で、スキル枠拡張が3つ入って、耐震強化はねザザミの頭で入っちゃってるんですが、こんな感じです。よくないですか、だいぶね。その昔流行ったシエロダスクの装備の構成でいうと、ここから吸血もないし猛進幕なしもないしで獅子粉塵もないしみたいな、そんな感じだったんですね。だから今の時代だとやっぱりちょっと火力足りないだろうっていうことで、今の時代でも耐え抜けるような火力をいろいろ詰め込んでみました。でまあ足のテリオに関してはこれはですねシエロダスクと同様のというかまあ似たようなスキルが入っていて、特にダスクに似てますね。一戦絶望大将とかで天雷の補充でねこのテリオはすごく使えて、僕はガチャを引いてねなんとか 1V だか 2V 分ぐらい出したんですけど、それで持ってたのでまあ今回ね使ってみたっていう感じです。でまあシエロダスクの要素としてここの 3V が残っているのでね、まあ、これはいいのかなと。でザザミの頭なんですけど、これ別に Z でも大丈夫です。何のために入れたかっていうと、攻撃の入ってない延長献身とか一戦とかが入ってる部位っていうのでここを選んだんですが、まあそのおかげでね耐震強化を入れることできたので、まあそれはいいのかなと思いつつ、でシエロは ZP 化しているのでここをとってもいいですね。スキル枠が本当に足りなくて、もう1スキルぐらい足したいところではあるんですが、もうどうにもこうにも僕には組めなかったんでね、今本当に限界までモリモリにした構成がこんな感じです。ダスクのスキルはねこんな感じですね。代償一戦延長絶望で、こっちも代償一戦延長絶望っていうことで、このねダスクがね僕は本当に ZP になってほしいなって思うんですけど、でもね ZP 化したら多分絶対防御耐性とかなくなるんだろうな、代償とかなくなるんだろうなってちょっと思ってね、それなくさないでね ZP にスキル枠が入るだけでもいいんだけど、そういう風になってくれたら嬉しいななんて思うんですけれども、まあ一応こんな感じの装備を組んでみたということでね、懐かしいって思う方もいるかもしれないなって思うんですけど、僕はもう本当に懐かしいなって思ってね組んでる時思ったんですが、まあ、中の弾はちょっとね新秘伝弾があったりとかね、まあ
祭り玉もりもりだったりとかでちょっと凶悪かなと思うんですが、二重が登場したぐらいのスキル構成プラス猛進幕なし吸血獅子粉塵みたいな感じになっているのでね、その火力試したいなっていう方はぜひ、ね、こちらの装備作ってみてあげてください。ということでこの装備を使ってモンスター狩りに行くんですが、今回はですね、四天黒とあとはドゥレムの方に行こうかなと思います。ドゥレムは肉ですね。その昔肉番人を初めて倒した時、僕はこのねシエロダスクのね火事場構成でやりましたので、大小絶望火事場構成でねやったかなっていうふうに思いますので、その時の再現ではないですけれども、それと同じような状況でねやってみようかなと思います。まあその時よりだいぶ火力は上がってるんですけど、ちょっとねやっていこうかなと思います。であと四天黒に関しては歌スキルの方で一匹狼を入れてさらに火力を上げてっていう状態でね行こうかなと思いますので、どれぐらいのタイムでいけるのかも必見でございます。それじゃあ行きましょう。まずはドゥレムの方から行きます。レッツゴー。さあそれでは行きましょう。おー青いオーラいいですね。あ、おーって言ってもまあ僕はね最近よく見てるんですけど、で修練道スキルの方はなんだっけ、あれ入れてきました。あれですよ、あれ、脅威への奮闘レベル5と攻撃レベル5はしっかり入れてきましたね。でおまけ術を入れてきたので、まあそうですね、なるべく火事場を維持してっていう感じで、で再燃も持ってきました。札地が持ってこれないのはちょっと残念だったんですけれども、まあそこら辺はしょうがないなっていうことで、でブーブー体術が入ってるのでスタミナの方も大丈夫だと思いますが、まあどうだろう、火力上がったとは言っても一匹狼足したかったんだけどね。あの祈り歌で一匹狼こっちだと入らないんで、道とか万人だと祈り歌のスキルとか効果とかも出ないのかな、なんかそんな感じだったのでね、今回ちょっとスキル構成これ以上盛ることできなかったのでね、今回これでいこうと思います。本当だったら合法抜きたかったんだけど、その構成組むのもまたちょっと大変で、まあスキルの話はこれぐらいにしていこうと思います。どうだろう、これこういけばいいか。さあ大丈夫かな。武器はね、あの竜属性とか火属性とかのやつの方がねいいなって思ったんですけど、まあいいかなと思ってこれで来てます。あのガラティーンで来てますスキル枠拡張じゃないといけないのがねちょっとありましてね、よいしょ。で弱点特攻がありますので、なるべく頭だとかその辺狙っていきたい。頭とかそうだね、爪の先とかその辺ね、弱点特攻とかもほんと見やすくなったんで、ほんとありがたいなって思いますね。あと腹とかも効いてんのか、これどうなんだろう、どの辺が効いてんだ。シュッと OK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  なんとかいけますね。で肉番人、いやどうだろう、どれくらいでいけるかな。前回のね、前回のっていうか一区番人やった時の装備で、あれでまあいろいろ入ってたんだけど、あれでそのよいしょ、ちょっと待ってね、一区番人が9分とかだったのか8分台とかだったのかだったんで、こっちはどれぐらいかかるんだろうな。その昔僕何分で倒したっけかな、ちょっと覚えてないんですけど。さあ獅子粉塵もマックスになりましたね。早いね、獅子粉塵マックスになるのね。でこれで先天が入ってるんで、あのしっかりとね先天はね火力アップに貢献してくれてると思いますんでね。おでも早いぞ、1分半経たずに来たぞ。おすごいすごい、これはいけそうな気がするな。で尻尾弱点特攻入りますんで、しっかりとこれ発動させて、後ろ足いくのか、これ弱点特攻ペッときてシュッ、これ割れてないでしょ、いいね。今のところ一撃ももらってない、いいよ、いい感じ、よし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 。でバットダッシュでしっかりと、で猛進でスタミナが減らないですから、いやーすごい時代になったなシエロダスクを入れた装備でこういうことができるようになってんのか、すげえ。やっぱ猛進ってえぐいよね。僕はあの獅子粉塵とかもすげえ強いなと思うんだけど、やっぱ猛進が一番ね、このね火力アップに一番貢献してるなって思うんですよ、うん、やっぱ猛進登場が一番火力スキルとしてねやばかったなって印象がありますね。火力スキルの中でも最近昨今の火力スキルの中でも一番やばいのね。幕なしとかもそれ強いんだけど、猛進のこの危ね危ね、ちょっと待って、よし、なんとか一回割れたよね、一回割れた。あちょっと待って、でも獅子粉塵溶けてる、え、あ絶対防御耐性って、これ獅子粉塵はカバーできない、もしかして。知らなかった。えそういうことだよね、これってね、そうだよね。あマジ新事実、知らなかった人多いんじゃないですか、これそういうことみたいですよ。皆さんあのぜひ参考に、いや使う人いねえな。あーダメだ、ミスっちゃった、ちょっと早かったね今ね。あぶねえ竹の子、お前ふざけんじゃねえ、なんでそんな、よいしょ、絶妙なところから出てきやがって。ただちょっと待ってよ、
今微妙に、2回ぐらい剥がれたのかな絶対防御耐性は。で今火力2割落ちちゃってますけれども、再展開いきました。これで火力は今現在落ちてない状況になっております。でこれでしっかり入っていって殴って、あーダメだ、割られた。クソ猫パンチムカつく。これでも再展開までちょっと時間あるんだよな。まあまあでも死なずにいけてんのはいいな。いい感じか。これこそが絶望の強さなんだよね。火事場維持、大小での火事場維持ね、その辺ですよ。そうだからね、このね絶対防御耐性が弱くなる前はね、本当に強くてな、その大小絶望みたいなところの構成本当にすごくて、何にでもかんでもこれでやってましたからね。でこのあのシエロとかダスクとかのこの構成、こういうこと、早い、全然早いすごい。このシエロダスクとかその辺で流行った大小絶望火事場っていう構成で一番最初にあの極み王が討伐されてますんで、いやそれもすごい話なんだけど、あの動画もすげえなって思いましたね。あの極み王が最初に討伐された動画、あれはあれのインパクトすごかったですよ。みんな真似したもんね、装備構成をね。ちょっと待ってね、これはしっかりとこれで避けようか。猛進がもったいないとはいえ、でも待って、まだここで5分4分半でしょ、すごい。これ全然余裕でいけそう。えマジですげえな、やっぱ猛進、獅子、粉塵、幕なし、この三大巨頭よね。最近の火力スキルの三大巨頭で、プッと、あ、オッケー。でも僕も自身も上手くなってる気はするぞ。うん、やっぱり僕自身やっぱね対応力上がってる気がする。このお手からのグルーンも、これもねむずいもんな本来だったら。よいしょ、オッケー、なんとか。 V 破壊したいな、ここまで余裕だとな、ちょっとなね、若干ちょっと余裕見せてもいいんじゃないって思いますけれども、あーこれ V 破壊、頭とりあえず V 破壊はしたいな確実に。でもこの攻撃若干極の方とタイミング合わない感がある。で、あのお手とかすごいねやりやすいんだけどね、極の方だと。昔はその極の方じゃないのでやってましたから、あの頃はやっぱ大変だったなって思いますね。極の方の強さがとんでもないですねもうなんか絶望楽しいですよと極の方すごいですよ動画になっちゃう気がするけど。でここで割られないようにちゃんと着地の時も避けてあげると、これですよこれ、アフターケアってやつですね。シュッと、これ割れてない、大丈夫、割れてないね、オッケー。いや本当だったらね交流強化とかね攻撃強化とかね入れたかったんですけど、なかなか。よいしょ、はい、せーの、ポン、えい、いいよ、いい感じに殴れて、すごい、マジですごい、ウェイガイ。これで V 破壊 OK ですよ。さあスタミナも1段階落ちてしまいましたが、いやでも大丈夫だな、これはいける。頭の V 破壊が終わったってことでしょう。ちょっと尻尾狙いましょうか。この形態になってからの尻尾の殴りやすさ異常ね。ていうか単純にこれだって的でかくなってくから、だからこの時はしっかりと、尻尾殴りまくっていきます。よし、これで避けて、この時に合わせてこれ合わせ、よし、尻尾の V 破壊も終わり、いいよ、マジで絶好調だな、すげえいやー肉ずれもやりやすくなったな。いや極の方が強いって話なんだけど、はい、しっかり避けていきます。でこの連撃の中で当てていきます。シュッててっぷん、あーやばい。いやでも極みズレムもねいつかね片手剣で討伐したいなって思ってるんで、ちょっと今のは欲張りました。オッケー、早い、すごい早いよ、うわいや今獅子粉塵溶けちゃったけど、絶望割れて獅子粉塵溶けちゃったけど、3700-800ぐらい火力出るんですかね。うわーすごい、超楽しかった今、やばい。肉ずれもこんな感じでパパッと倒すことできました。何より無オツでできたのが嬉しいねこれね。うわーすごい。今一度スキル構成確認しますが、こんな感じですよ、これですよ、これなんかすごい過去の遺産みたいな、そんな感じの防具に見えなくないですけれども、おお6分ですっげえ早っ、すっげえマジで言ってんの、皮膚体だよ。いやまあ皮膚体でも全然このタイムっていうのは出るんだろうけど、いやーすごい火力上がりましたね。ということで、じゃあこの勢いのまんま四天黒もパパッと倒してきちゃうと思います。さあやってまいりました。本来であればね上級四天黒に行きたいなって思ってはいたんですよ、最初の考えではね、行きたいなと思ってたんですけど、多分それはきついなと思ったんで、まあ、そのうち行けるようになるのかもしれないけど、ちょっと今回は普通に下のね四天黒の方に来るっていう感じにしました。
で今見たと思うんですけど、僕ちょっとね回避タイミング覚えたんですよ。この四天黒のあの方向、毎回やってくるあの方向の回避タイミング若干ね覚えたんで、そう いい感じにねスキルアップしてますよ僕自身。これも避けられたら避けちゃおうかな。ちょっと早め、あちょっとダメだった、あれ、いや今ぐらいだと思ったんだけど、まあいいや、次の機会でまた頑張りましょう。でここで真空投げといてこうやると、完璧、いいよ戻ってきてるよ。で肉質見たら、なんか四天黒の肉質見たらなんか若干首の方が効くみたいな、なんかそんな感じだったんだけど、形態によってはですけど、そんな感じだったんだけど、どうなんでしょうかね、どこ殴るのが正解なんだろう。まあ、とりあえず僕は今、ね、殴るべきなのはこの弱点特攻が発動する場所を殴るのがベストなんだろうけど、なんかちょっとよくわかんなくなってきちゃった。こんぐらい、あれちょっと待って、ダメだ、あれ全然回避できなくなってる、なんでだ、おかしいな、あれ昨日テストでやった時だいぶいけてたんだけど、おかしいな、ちょっと待てよ、よしよしよし、とりあえず OK ですよ。まあまあまあいいでしょう、幕なしが切れない程度に、おぶね、あ割れちった、なんてことだ、あ危ない、この辺危ない、こんくらいで、なんで避けられない、全然回収できない、あたたたたたたた、サイレンが閉まった、真上だった、今やめて、大丈夫、よかった食らわない、よかった、ちょっと待ってボロが出てきてる、ちょっと視点黒最近テストでやったくらいだったから、ちょっと危ないよ、はい、あ、オッケー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 。でね、このね代償っていうスキルを今回ね使ってるんですけれども、絶望を生かすために代償っていうねスキルを入れてるんですが、このスキルは回心率 40% アップ、見切り4ですね、見切り4と回避性能プラス2で、それから切れ味レベルプラス1と、倍率50アップね、真打ち3というか攻撃3と同じやつですね、あれが入ってるっていうスキルです。でまあこのスキルね、そんな強いのマジやばいんじゃねって、なんでみんな使わないのってね思う方いるかもしれないんですけど、このスキルデメリットがあって、あのちょ待って、危ねえ、あれなんですよ、 12.5% の確率で死ぬ死神の抱擁っていうスキルも一緒に入っているので、どんな攻撃でも8回に1回死んじゃうんですね、確率で足削りとかでも死んじゃうから、だからみんな使わなくてね、よいしょ危ない、ちょっと待ってね、 OKOKOK、 あー怖かった、あーめっちゃ怖かった、そうだからみんな使わないんですけど、まあ絶望と合わせればなんとか使いこなせるかなっていうことで、絶対防御体制が流行ってた時代はみんなよくそう絶望代償ってのをね使ってたっていう感じです。だからまあ僕も今回今使ってるんですけど、おー早い早い、全然早い、あでもさすがに3ラサ出ないね、上級視点苦労今の火力じゃきついですね、うーんなるほど、まあでも獅子奮迅マックスで3683、おいい火力じゃないか、ね、あてか今回歌の一匹狼入れてくるの忘れた、入れようって思ったのに、そうだよ、あじゃあ一匹狼入れてくればもっと早くね1段階目とか終わってる可能性全然大いにありますねこれね、あ入れんの忘れてきた、なんかちょっと火力足んねえなって感じしてたんだけど、うーん失敗しました完全にマジか、さっきのドゥレム戦がマジで興奮しっぱなしで、よしオッケー、 10% 切りました、 10% 切れると尻尾が切れるんだった気がする、よしいいぞ、いい感じいい感じ、これ割れてない大丈夫、あ今割れました今割れたね、あで皆さんあれですね、ちょっとここから雑談になっちゃうんですけど、喋ることがなくなっただけなんだけど、アスモとシュウの外装しっかりもらえましたでしょうか、今日が確か10日目だったかなと思いますんで、まだもらってないよっていう方、まあ間に合わないけど、全部は全然間に合わないけど、一部だけでもね、もらえるもんはね、もらっといた方がいいかなと思いますんで、うん、しっかりとインしてね、ガイドさんからもらってあげてください。ちょ待ってな、ちょ待ってな、多分もうすぐ終わると思うんだけど、いや、でもさすがに、五分身は回っちゃうよな。やっぱ上級視点黒の壁は厚いなあ、これ。上級視点黒、僕、最初に倒したのが、あれか2年前1年半前か2017年とかだったような気がするんで、またやりたいなとは思うけど、皮膚体で倒せるのはいつになるのか、いやもう倒してる武器種はあるんだけど、やっぱ片手剣でやりたいなっていう風に思うので、まあいつかチャレンジしたいなと思いますが、とりあえず今回はこんな感じで討伐できました。喋ってる間に終わりましたね、いやさすがに火力上がっててとってもいいなと思います、すごい。てかさっき一匹狼入れてくんの忘れたって言ったけど、あれ視点で歌で発動するあのスキルって発動するのかな、よくわかんないですけれども、いやーいいよ素晴らしい。これ何分台、これ6分台とか7、いや7分台ぐらいいってそうだけど、あー6分台だ、すごいすごい
属性的にはそんな良くないんだよね。本当だったら竜属性で行くのが一番いいのかな。で、火属性はとりあえずなしみたいなんですけど、それでもこういうねタイムが出てっていうのは、いやとっても素晴らしいと思います。ただ絶対防御耐性はね、バリアが割れてる時は2割ぐらい火力が落ちてしまいますので、本当にソロだとかね、僕みたいな使い方とかね、あとぼっちパーティーでね、自分で使いたい時だけにしておいてください。火事場の維持も楽になるし、代償のリスクってのも大幅になくなるので、確かに強いんですが、まあ最近のスキルというか最近の防具たちとの組み合わせっていうのは非常に相性が悪いので、本当に楽しむ程度でね使ってあげるといいと思います。まあでもね、ラビー支援とかサポート狩猟笛とかではね、この絶対防御耐性まだまだ、活躍してますので、そういう場面では僕もみんなもバリバリ使っていきましょう。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。